ねえ、秒速5センチなんだって。え？何？桜の花の落ちるスピード秒速5センチメートル。あかり、そういうことよく知ってるよね。ねえ、なんだかまるで雪みたいじゃない？そうかな。あ、ねえ、待ってよ。あかり。高木くん、来年も一緒に桜見れるといいね。遠野高木様へ、大変ご無沙汰しております。こちらの夏も暑いけれど、東京に比べればずっと過ごしやすいです。でも今にして思えば、私は東京のあの蒸し暑い夏も好きでした。溶けてしまいそうに暑いアスファルトも、陽炎の向こうの高層ビルも、デパートや地下鉄の寒いくらいの冷房も。私たちが最後に会ったのは小学校の卒業式でしたから、あれからもう半年です。ねえ高木くん、私のこと覚えていますか？前略、高木くんへ。お返事ありがとう。嬉しかったです。もうすっかり秋ですね。こちらは紅葉が綺麗です。今年最初のセーターを一昨日私は出しました。遠野くん。先輩。何？ラブレター？違いますよ。ごめんね、全部お願いしちゃって。いえ、すぐ終わりましたから。ありがとう。ねえ、転校しちゃうって本当？あ、はい、3学期いっぱいです。どこ？鹿児島です、親の都合で。そうか、寂しくなるな。最近は部活で朝が早いので、今この手紙は電車で書いています。この前髪を切りました。耳が出るくらい短くしちゃったから、もし会っても私ってわからないかもしれませんね。ただいま。おかえり。高木くんもきっと少しずつ変わっていくのでしょうね。背景、寒い日が続きますが、お元気ですか？こちらはもう何度か雪が降りました。私はその度にものすごい重装備で学校に通っています。東京は雪はまだだよね。引っ越してきてからもつい癖で、東京の分の天気予報まで見てしまいます。雨でも降らねえかな。でも屋内でもきついぜ。なあ、栃木って行ったことあるか？は？どこ？栃木。ない。どうやって行くのかな？さあ、新幹線とか？遠いよな。一年。はい。ラスト3周。はい。今度は高木くんの転校が決まったということ、驚きました。お互いに昔から転校には慣れているわけですが、それにしても鹿児島だなんて、はい、今度はちょっと遠いよね。いざという時に電車に乗って会いに行けるような距離ではなくなってしまうのは、やっぱり少しちょっと寂しいです。どうかどうか高木くんが元気でいますように。戦略、高木くんへ。3月4日の約束、とても嬉しいです。会うのはもう1年ぶりですね。なんだか緊張してしまいます。
近くに大きな桜の木があって、春にはそこでも多分花びらが秒速5センチで地上に降っています。高木くんと一緒に春もやってきてくれればいいのにって思います。部活行こうぜ。ああ。あのさ、俺今日ちょっと部活ダメなんだ。引っ越しの準備か？そんなとこ、悪いな。私の駅まで来てくれるのはとても助かるのですけれど、遠いのでどうか気をつけてきてください。約束の夜7時に駅の待合室で待っています。あかりとの約束の当日は昼過ぎから雪になった。あ、ねえ高木くん、猫ちょびだ。こいついつもここにいるね。でも今日は一人みたい。耳はどうしたの？一人じゃ寂しいよね。ね、40億年分読んじゃった。どのあたり？アノマロカリスが出てくるあたり。カンブリア紀。私ハルキゲニアが好きだな。こんなの、まあ似てるかも。高木くんは何の番？オパビニアかな。目が5つある人だよね。僕とアカリは精神的にどこかよく似ていたと思う。僕が東京に転校してきた1年後にアカリが同じクラスに転校してきた。まだ体が小さく病気がちだった僕らはグランドよりは図書館が好きで、だから僕たちはごく自然に仲良くなり、そのせいでクラスメートからからかわれることもあったけれど、でもお互いがいれば不思議にそういうことはあまり怖くはなかった。僕たちはいずれ同じ中学に通い、この先もずっと一緒だと、どうしてだろう、そう思っていた。新宿終点です。降りのお客様、 JR 京王線、地下鉄はお乗り換えです。新宿駅に一人で来たのは初めてで、これから乗る路線も僕には全て初めてだった。ドキドキしていた。これから僕はあかりに会うんだ。この前の子どうだった？誰？俺、西条の。趣味は。まもなく武蔵浦和、武蔵浦和に到着いたします。次の武蔵浦和では快速列車待ち合わせのため、この列車は4分ほど停車します。与野本町、大宮までお急ぎの方は。篠原と申しますけど、あの、高木くんいらっしゃいますか？あかりちゃんよ。転校？西中はどうすんだ？せっかく受かったのに。
栃木の公立に手続きするって。ごめんね。いや、あかりが謝ることないけど。葛飾のおばさんちから通いたいって言ったんだけど、もっと大きくなってからじゃないとダメだって。わかった、もういいよ、もういい。ごめん。耳が痛くなるくらい押し当てた受話器越しに明かりが傷つくのが手に取るようにわかった。でもどうしようもなかった。美味しかったな、あそこ。うん、じゃあまた、ね、乗り換えのターミナル駅は帰宅を始めた人々で混み合っていて、誰の靴も雪の水を吸ってぐっしょりと濡れていて、空気は雪の日の都市独特の匂いに満ちて冷たかった。お客様にお知らせいたします。宇都宮線小山宇都宮方面行き列車はただいま雪のため到着が8分ほど遅れております。お急ぎのところお客様には大変ご迷惑をおかけ。その瞬間まで僕は電車が遅れるなんていう可能性を考えもしなかった。不安が急に大きくなった。ただいまこの電車は雪のため10分ほど遅れて運行しております。お急ぎのところ列車遅れておりますことをお詫びいたします。大宮駅を過ぎてしばらくすると風景からはあっという間に建物が少なくなった。すみません。後続列車が遅れているため、この列車は当駅にて10分ほど停車します。お急ぎのところ大変ご迷惑をおかけいたしますが、今しばらくお待ちください。駅と駅との間は信じられないくらい離れていて、電車は一駅ごとに信じられないくらい長い間停車した。窓の外の見たこともないような雪の荒野も、じわじわと流れていく時間も、痛いような空腹も、僕をますます心細くさせていった。約束の時間を過ぎて、今頃あかりはきっと不安になり始めていると思う。あの日、あの電話の日、僕よりもずっと大きな不安を抱えているはずの明かりに対して優しい言葉をかけることのできなかった自分がひどく恥ずかしかった。じゃあ今日でさよならだね。明かりからの最初の手紙が届いたのはそれから半年後、中1の夏だった。彼女からの文面は全て覚えた。約束の今日まで2週間かけて僕は明かりに渡すための手紙を書いた。明かりに伝えなければいけないこと、聞いてほしいことが本当に僕にはたくさんあった。大変お待たせいたしました。まもなく宇都宮行き発車いたします。
新幹線下り盛岡方面を乗り換えの方は2番線、上り東京方面を乗り換えの方は5番線へお回りください。水戸線を乗り換えの方は。お客様にお知らせいたします。ただいま両毛線は雪のため大幅な遅れをもって運転しております。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしております。列車到着まで今しばらくお待ちください。次の上り、とにかく明かりの待つ駅に向かうしかなかった。8番線足利前橋方面高崎行き、上り電車が参ります。高木くん、お元気ですか？部活で朝が早いのでこの手紙は電車で書いています。手紙から想像する明かりはなぜかいつも一人だった。電車はそれから結局2時間も何もない荒野に泊まり続けた。たった1分がものすごく長く感じられ、時間ははっきりとした悪意を持って僕の上をゆっくりと流れていった。僕はきつく歯を食いしばり、ただとにかく泣かないように耐えているしかなかった。あかり、どうかもう家に帰っていてくれればいいのに。3番線足利前橋方面高崎行き列車到着いたします。この電車は雪のためしばらく停車します。Thank you.
味しい。そう、普通のほうじ茶だよ。ほうじ茶初めて飲んだ。嘘、絶対飲んだことあるよ。そうかな。そうだよ。それからこれ私が作ったから味の保証はないんだけど、よかったら食べて。ありがとう。お腹空いてたんだ、すごく。どうかな。今まで食べたものの中で一番おいしい。大げさだな。本当だよ。きっとお腹が空いてたからよ。そうかな。そうよ、私も食べようと。引っ越しもうすぐだよね。うん、来週。鹿児島か、遠いんだ。うん、栃木も遠かったけどね。帰れなくなっちゃったもんね。そろそろ閉めますよ。もう電車もないですし。あ、はい。こんな雪ですからお気をつけて。はい、はい。見える？あの木。手紙の木？うん、桜の木。ねえ、まるで雪みたいじゃない？そうだね。その瞬間、永遠とか心とか魂とかいうものがどこにあるのか分かった気がした。13年間生きてきたことの全てを分かち合えたように僕は思い、それから次の瞬間、たまらなく悲しくなった。明かりのそのぬくもりを、その魂をどのように扱えばいいのか、どこに持っていけばいいのか、それが僕には分からなかったからだ。僕たちはこの先もずっと一緒にいることはできないとはっきりと分かった。僕たちの前には未だ巨大すぎる人生が、暴漠とした時間がどうしようもなく横たわっていた。でも僕を捉えたその不安はやがて緩やかに溶けていき、後には明かりの柔らかな唇だけが残っていた。その夜、僕たちは畑の脇にあった小さな納屋で過ごした。古い毛布にくるまり、長い時間話し続けて、いつの間にか眠っていた。朝、動き始めた電車に乗って、僕は明かりと別れた。あの、高木くん。高木くんは、きっと、この先も大丈夫だと思う。絶対。ありがとう。明かりも元気で。手紙書くよ。電話も。あかりへの手紙をなくしてしまったことを僕はあかりに言わなかった。あのキスの前と後とでは世界の何もかもが変わってしまったような気がしたからだ。彼女を守れるだけの力が欲しいと強く思った。それだけを考えながら僕はいつまでも
窓の外の景色を見続けていた。かなえ、放課後も行くの？うん、お姉ちゃんは平気？いいよ、でも勉強もちゃんとやんなさいよ。はい。おはよう。おはよう、殿くん。今朝も早いね。隅田も海行ってきたんだろう。うん、頑張るんだね。そんな日でもまたね、殿くん。ああ、いいか、そろそろ決める時期だぞ、はい、月曜までに提出だからな。ご家族とよく相談して書いてくるように。佐々木さん、東京の大学行くみたいよ。さすが、私は熊本の短大かな。カナエは？就職だっけ。あんた本当何も考えてないよね。遠野くんのことだけね。あいつ絶対東京に彼女いるよ。そんな。まだうまくいかない？うん、どうしちゃったのかな。あんまり悩まない方がいいよ。そのうちまた乗れるわよ。お姉ちゃんは気楽でいいわよ。何焦ってんのよ、うん、このままじゃ卒業まで言えないじゃない。ありがとう、お姉ちゃん。送ってくわよ。ううん、株で帰る。隅田、今帰り？うん。遠野くんも？ああ、一緒に帰らない？
もし私に犬みたいな尻尾があったら、きっと嬉しさを隠しきれずにブンブンと振ってしまったと思う。ああ、私は犬じゃなくてよかったなぁなんてほっとしながら思って、そういうことに我ながらバカだなぁと呆れて、それでも遠野くんとの帰り道は幸せだった。最初から遠野くんは他の男の子たちとはどこか少し違っていた。遠野高木です。親の仕事で転校には慣れていますが、この島にはまだ慣れていません。よろしくお願いします。中2のその日のうちに好きになって、彼と同じ高校に行きたくて、ものすごく勉強頑張ってなんとか合格して、それでもまだ遠野くんの姿を見るたびにもっと好きになっていってしまって、それが怖くて、毎日が苦しくて、でも会えるたびに幸せで、自分でもどうしようもなかった。遠野くんまた同じの。これうまいんだよ。隅田はなんかいつも真剣だよね、ものすごく。うん、先行ってるよ。うん、これください。90円ね。はい、いつもありがとね。おかえり。何買ったの？うん、迷ったんだけど。遠野くんは時々誰かにメールを打っていて、その度に私はそれが私宛のメールだったらいいのにってどうしてもいつも思ってしまう。東野の彼女じゃん。彼女とかじゃないよ。学年で出してないのは隅田だけだぞ。すみません。あのな、こう言っちゃなんだが、そんなに悩むようなことじゃないんだよ。隅田先生は何て言ってるんだ？いえ、どうしても決められないなら県内の短大とかはどうなんだ？でも、お姉ちゃんは関係ないのに。だって、お姉ちゃんにねだって始めたサーフィンも、一番大切だと思うあの人のことも、私はまだ全然。いつもありがとね。いえ、それじゃあまた。遠野くんがいる場所に来ると、胸の奥が少し苦しくなる。遠野くん。隅田、どうしたの？よくわかったね。遠野くんの単車があったから来ちゃった。いい？うん、そっか、嬉しいよ。今日は単車置き場で会えなかったからさ。私も。彼は優しい。
時々泣いてしまいそうになる。ねえ、遠野くんは受験？うん、東京の大学受ける。東京？そっか、そうだと思ったんだ。どうして？遠くに来たそうだもの、なんとなく。隅田は？私、明日のこともよくわからないのよね。多分、誰だってそうだよ。嘘？遠野くんも？もちろん。全然迷いなんてないみたいに見える。まさか、迷ってばかりなんだ、俺。できることを何とかやってるだけ、余裕ないんだ。そっか。そうなんだ。飛行機。うん。時速5キロなんだって。南種の打ち上げ場まで。ああ。今年は久しぶりに打ち上げるんだよね。ああ、太陽系のずっと奥まで行くんだって。何年もかけて。進路ちゃんと相談に乗ってやんなさいよ。ぼんやりした子なんだから。大丈夫よ、あの子ももう子供じゃないんだし。私も昔はああだったな。ねえカブ、トノ君もわからないんだって。一緒なんだ、トノ君は。それは本当に想像を絶するくらい孤独な旅であるはずだ。本当の暗闇の中をただひたむきに、一つの水素原子にさえめったに出会うことなく、ただただ深淵にあるはずと信じる世界の秘密に近づきたい一心で。僕たちはそうやってどこまで行くのだろう、どこまで行けるのだろう。出す当てのないメールを打つ癖がついたのはいつからだろう。進路決めたの？やっぱりまだわかんないけど、でもいいの、決めたの。一つずつできることからやるの。行ってくる。あの日からいくつかの台風が通り過ぎ、その度に島は少しずつ涼しくなっていった。
トウキビを揺らす風がかすかに冷気をはらみ、空がほんの少し高くなり、雲の輪郭が優しくなって、カブに乗る同級生たちが薄いジャンパーを羽織るようになった。私が半年ぶりに波の上に立てたのは、まだ夏がかろうじて残る、そんな10月の半ばだった。本日夕方からの天候は晴れ、最大風速は8メートルの予報となっています。佐々木さん、山田から告白されたらしいよ。さすがだな。あれ、カナエなんか今日嬉しそうね。遠野くんと何かあったの？嘘。大事なのはこの公式。私だって今日こそ遠野くんに告白するんだ。波に乗れた今日言わなければ、この先もきっとずっと言えない。スミだ。遠野くん、今帰り？うん。そっか、じゃあ一緒に帰ろうよ。あれ、スミダ、今日はもう決まり？うん。ん？どうしたの？しないで。調子悪い？うん、変だな。ダメ？うん、プラグの寿命なんじゃないのかな。これお下がり？うん、お姉ちゃんの。加速で息継ぎしてなかった？してたかも。今日はここに置かせてもらって、後で家の人に取りに来てもらいなよ。今日は歩こう。え、私一人で歩くよ。遠野くんは先帰って。ここまで来れば近いから。それにちょっと歩きたいんだ。どうしたの？ごめん、なんでもないの。ごめんね。スミだ。お願いだから、もう私に優しくしないで。
必死にただやみくもぎ空に手を伸ばして、あんなに大きな塊を打ち上げて気の遠くなるくらい向こうにある何かを見つめて。遠野くんは他の人と違って見える理由が少しだけ分かった気がした。そして同時に、遠野くんは私を見てなんていないんだということに私ははっきりと気づいた。だからその日、私は遠野くんに何も言えなかった。遠野くんは優しいけれど、とても優しいけれど、でも遠野くんはいつも私のずっと向こう、もっとずっと遠くの何かを見ている。私が遠野くんに望むことはきっと叶わない。それでも私は遠野くんのことをきっと明日も明後日もその先もやっぱりどうしようもなく好きなんだと思う。遠野くんのことだけを思いながら、泣きながら私は眠った。今振り返れば、きっとあの人も振り返ると強く感じた。お正月までいればいいのに。うん、でもいろいろ準備もあるから。そうだな、彼にもうまいもの作ってやれよ。うん、何かあったら電話するのよ、はかり。大丈夫よ、
来月には式で会うんだからそんなに心配しないで。寒いからもう戻りなよ。昔の夢を見た。私も彼もまだ子供だった。きっと昨日見つけた手紙のせいだ。水野さん。あ、はい。ミーティングいいかな。はい。ただ生活をしているだけで悲しみはそこここに積もる。日に干したシーツにも洗面所の歯ブラシにも携帯電話の履歴にも。あなたのことは今でも好きです。3年間付き合った女性はそうメールに書いていた。でも私たちはきっと1000回もメールをやり取りして、多分心は1センチくらいしか近づけませんでした。この数年間、とにかく前に進みたくて、届かないものに手を触れたくて、それが具体的に何を指すのかも、ほとんど脅迫的とも言えるようなその思いがどこから湧いてくるのかも分からずに、僕はただ働き続け、気づけば日々弾力を失っていく心がひたすら辛かった。そしてある朝、かつてあれほどまでに真剣で切実だった思いが綺麗に失われていることに僕は気づき、もう限界だと知った時、会社を辞めた。昨日夢を見た。ずっと昔の夢。その夢の中では僕たちはまだ13歳で、そこは一面の雪に覆われた広い田園で、人家の明かりはずっと遠くにまばらに見えるだけで、降り積もる新雪には私たちの歩いてきた足跡しかなかった。そうやっていつかまた一緒に桜を見ることができると、私も彼も何の迷いもなく、そう思っていた。いつでも探しているよ、どっかに君の姿を。向かいのホーム、路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのに。願いがもしも叶うなら、今すぐ君のもとへ。できないことはもう何もない、全てかけて抱きしめてみせるよ。
すだけなら誰でもいいはずなのに、星が落ちそうな夜だから自分を偽れないわ。 One more time。 季節よ移ろわないで。 One more time。 ふざけ合った時間よ、いつでも探しているよ。どっかに君の姿を、交差点でも夢の中でも、こんなとこにいるはずもないのに。奇跡がもしも起こるなら、今すぐ君に見せたい新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという言葉も。他に大切な俺。